岩壁の上に立つ社殿の前には青々とした芝が広がり、まるで緑の絨毯の上を歩いているようである。1755年中国から来流した札幌市の記録には、挿絵とともに波の上宮の風光明媚な姿が記されています。この絵を参考に琉球を描いた江戸の絵師がいました。沖縄にとってかけがえのない会社へ、沖縄トヨタグループがお送りします。札幌記録を入手し8枚の絵を描いた絵師とは、あの葛飾北斎。純外石章という作品で波の上宮を描いています。純外といいますのは、純というのは竹の子なんですね。外というのは崖なんです。波に削られてこう竹の子の節のようにですねなった崖、そこに石章というか夕日がね刺した、そういう光景を描いているんだと思われるんですけど、ものすごく美しい版画ですね。琉球を訪れたことがない北斎がダイナミックに描いた波の上宮。この美しい作品は今なお人々を魅了しています。